私のチャンネルで少子高齢化、あ、まあ、少子化かについて語ったことなかったかもしれないですね。で、まあ、ニュースとかで少子化が止まりませんみたいなこと言うじゃないですか。で、なんかそういうニュースのとか、なんかそういうのを見ると、でそういう画面の向こう側で喋ってる人たちって、まあ勝ち組というか一流人というか、まあ、いい人生を送ってる人じゃないですか。でそうなると、なぜ、まあ、日本が少子化、まあ、子供を産みたがらない、作りたがらないのかっていうのを本当に知らないんですかね。まあ、たとえ知ってても他人事なんですかね。まあ、まあ、そりゃね、まあ、ニュースやなんかで語っている人々は、まあ、一流人だから、まあ、勝ち組だから、まあ、いい人生を送ってるんでしょうけども、まあ、そうでない人の方が、まあ、多いかなって思うんですよね。その、働いてはいるけども、一流企業ではない人とか、まあ、なんでしょうね。まあ、日本って、こう、何が何でも一流企業とか、何が何でも公務員、何が何でも東京みたいな、そういう側面が、あるじゃないですか。で、その少子化もなんか、まあ、いわゆる受験地獄が始まってから、少子化って始まったんじゃないかなみたいにも思うんですよね。まあ、それと同時に、まあ、いわゆる怖い病気、まあ、昔でいうとこの結核でしたっけ、そういうので死ぬ人が少なくなったとか、そんななので、たくさん子供を作る必要がなくなったっていう、そういうことなんですかね。まあ、そうです、私の親世代、まあ、80代のそういう世代だと、まあ、4人兄弟5人兄弟はまあ当たり前で、まあ、ってことは男の子2人女の子2人とか、でそれの壁がいつの、あ、そこからいつの間にか男の子1人女の子1人、何でしたっけ、一姫二太郎でしたっけ。でそれ、1番目が女の子で2番目は男の子っていう意味で、男の子2人っていう意味じゃなさげですけどもね。で、まあその2人っていうのもだんだん厳しくなってきたと。まあそれもね、まあ教育費とか習い事とかね、まあそういうのが大変だからっていう、そういうことかなとも思うんですよね。でそういう受験地獄が始まって、そういう人たちも おじいちゃんおばあちゃん世代になってきてると思うんですよね。そうなると3代ですかね、そういうお受験とかしてから。でそこまで来ると、まあ3代も、まあ、3代とか4代とかそうやってお受験とかしてると、そのうち分かっちゃいますよね。ああ、結局お金持ちの子供じゃなきゃダメなんだなとか、まあ優秀な家系に生まれなくちゃダメなんだなっていうのが、まあ薄々分かってくると思うんですよね。まあ子供が2人とか3人とかいたら、まあもっと丸分かりっていうか、やっぱりうちはダメだなとか、あの家はやっぱり親子さんが立派だから、あ、やっぱり親が頭いいと子供も勉強できるよねとかって、そういうの分かると思うんですよね。で、なんか中国とか韓国みたいに昔科挙っていうお受験、そういうのがあった国って、なんか頭いい人多いような気がしますよね。で、なんか日本の男の人っておバカな女の子が好きって言うじゃないですか。で、私結婚したばっかりの時、まあ、25年ぐらい前ですかね、うちの近所に旦那さんがスイスの、まあ、いわゆる白人で、奥さんが、まあ、韓国の人がいたんですよね。その人私より年上だと思うから、今頃50代半ばだと思いますけども、まあ当時その人30代前半でしょうね。でその人が言うことには、まあ韓国では
美人なだけじゃダメだ、美人で頭良くないと、まあ、その結婚相手としてふさわしくない、まあ、なぜかっていうと頭のいい子供は頭のいい母親からしか生まれないからだって、まあ、そういうことをまあおっしゃるんですよね。まあ、25年ぐらい前の話ですけども、でいや進んでるなって思うべきなのか、それともあやっぱりそういう華僑って中国だけじゃないですよね。沖縄とか韓国にもあったような気がするんですよね。で、あそういう華僑とかそういうのがあるから、あったから歴史的に、あそれでまあ母親の知能ってことを重視するのかなみたいに、ちょっとね新鮮っていうべきか温故知新というべきかね、ちょっとそんなふうに思いましたね。まあね、少子化ね、まあ生まれてきたくない国とか社会になってしまったっていう、それが原因だと思うんですけどもね。なんかそういう社会とか国でこうあぐらをかいてる人たちかなんか、なんか全然分かってなさそうっていうか、まあ分かるわけないですよね。そのほれ、その一流人の人たちって底辺人間とはまあ付き合いたがらないというか付き合わないし、まあ、接点もないですからね。まあ、そんなことなんですかね。まあ、その点、まあ、アメリカって、まあ、多種多様の人がいたり、まあ、宗教上、まあ、必然的に子だくさんになっちゃうよとか、あとは、まあ、なんですかね、まあ、もう自分の代では何の楽しみも栄達も望めない、まあ、そうなるともう子作りでもすっかみたいな風になって子だくさんになったりとかね、まあ、それがまあ子供は労働力だっていう、そういう考え方がある人々もいるのかもしれないですよね。まあなんかアメリカだと貧乏だと何気に得をするみたいなの、なんかちょっと聞いたことがあるんですよね。まあ上流と下流はまあいい、まあ楽ができるっていうか得ができる、だけどそのまあ中間層がまあ大変だっていうね、まあ子供の教育とかね、まあそういうことらしいですけれどもね。はい、まあね、少子化、なんか私少子化って聞いてもなんかまあ一応建前上は焦ったような雰囲気を醸し出さなきゃいけないんだろうなとは思うんですけども、なんかまあなるべくしてなったし、なんで焦らなくちゃいけないのかなみたいにも思っちゃうんですよね、少子化。まあ今まあ人間がどんどんいらなくなってきてる、まあ、AI のせいでもうなくなる仕事のリストとかってそういうのいっぱいあるみたいだし、そういう人間関係だって希薄になってきて、まあそういうね、人間なんか親戚付き合いですらなんかだんだん少なくなってそう。うちの親が死んだらもしかしたら親戚付き合いもまあなくなってちゃうかもしんないなみたいに私は思ってるんですよね。まあやっぱりみんな忙しくなってきてますもんね。まあもうね、男の人も女の人ももう仕事で、まあそうなるとね、昔みたいな人付き合いとかね、そんな私だって人をうちに呼んでお茶したりとか、そういうの呼ばれたりとかって最後いつだったかなみたいにも思うんですよね。まあ私もアルバイトの鍵持ちとかやってるんでね、まあ忙しい時代、忙しくなってきちゃったんでね、まあそうすると出会いなんかもね、で出会いとか友達とか恋人とかで、そもそもあっちゃこっちゃで恋愛禁止みたいになってると思うんですよね。職場で、まあ
まあ、恋愛禁止とかで、学校内、学校の中が、あの、なんかこう先生と生徒がなんかね、うん、付き合ったりとかね、まあそういうのもだんだん、昔は笑い話だったかもしれないですけど、いつの間にかまあ深刻な問題みたいなね、うん、まあ、友達だってそんなできにくい時代になったなとか思うんですよね。まあ警戒心がっていうかね、うん、なんかニコニコして誰かに話しかけたら、なんか宗教の勧誘かと間違われるのがオチですからね、うん、まあね、まあ、いろんな要素でね、まあ少子化ね、うん、なんか私は別に焦る気がしないっていうか、あのなんとかの村が過疎になったとかなんやらって聞いても、なんかあんまり、うん、で、あのあっちの小学校なんたらが廃校になって統合されてとか、うん、なんかそういう話聞いてもなんかあんまり、あのちょっと悲しいとかもあんまり思わない。でそもそも小学校ってまあ弱肉強食じゃないですか、まあ、いじめが横行してたりとか、なんかそれでですかね、その夜の学校って気持ち悪い。でその点なんか私、あのアメリカの場合、そのたまに夜っていうか、あのまあ学校行ったことあるにはあるんですけども、アメリカの場合そんなに幼稚園小学校中学校そんなに怖い気持ち悪いって感じはしなかったですね。まあもちろんね、アメリカといえども、まあいじめとかそういうのありますけど、日本ほど数というかそういうのは少ないと思う。そのアメリカ人って表向きはあの性格のいい人が多い、性格いい人の方がかなり多いって思うんでね、まああの、まあ、日本に比べればですけれどもね、うん、まあそんなことでございます。はい、まあね、あの、私のビデオを視聴してくださった方、あのもう少子化万歳とか、少子化なんで焦らなくちゃ、本当は焦らなくちゃいけないんだろうけど、焦る気持ちが湧きませんって人ね、いらっしゃったらコメントください。はい、では今日もご視聴ありがとうございました。